はい、皆さんこんにちは。アレクです。ということでね、今回は伊豆にアレクと子供たちとね、ボールと友達と行ってきたっていう、はい、いろいろありましたね。アレクさんって言ってるよ。私がね、ちょっとこの旅行いなかったんだけど、アレクがちょっとちゃんと予約できてないっていう。しかもさ、充電切れたでしょ、今。切れた、切れた、切れた。予約取れてないんじゃない？結構焦ってた、この時、やべえ。でもドキドキっすね、これ。しかもさ、ここまで来るのに3時間かかってるんでしょ。いやー、もっとかかったかもしれないね。これで日帰りきついよね。嘘、なんで充電ないの。川崎でも坂本でもないから、ね、予約誰の名前でしたか覚えてないってやばいから、ほんと。ここの上に電車ルーム、電車ルーム面白そうですね。入れたのね。結局入れました。入れました。パチ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 。もうちゃんと控えとかないとね、なんか予約の番号とか。結構ね、いっぱい遊べるところあったんだよ、のんちゃん、ここ。初めて来たね。アンダの森って場所なんだ。伊豆だよね。うん、ね、ご飯もすごい美味しかったから絶対見てほしいな。そうそう、私がね、この時結構仕事が忙しくて、ついていけなくって、アレクがね、でも旅行行ってくるって言ってね、ワンオペかな、ワンオペみたいな感じだね。ワンオペプラスお手伝いの人います。大変だな、2人って感じだね。ワンオペじゃないか、お手伝い、友達連れてっちゃったね。そうそう、友達が2人お手伝いしてくれてます。すごいね。おー、面白い。あら、美人ちゃん、やばいね、この外は。いいでしょ。え、これうちもこうやりたいよね。これ理想だよね。そうでしょ。庭欲しいんだよ。これいいやつ。あ、これいいやつ。だけどね、残念なことにね、ちょっと雨降ってたんだよ。そうだったね。そんなにね、遊べなかった。ここで晴れてたら最高だね。これじゃ。あ、カゲトラの友達ファミリーも来たんだっけ、そういえば。そう、後から来たんだよね。一緒のホテルに。カゲトラの友達ファミリーは、横浜の方から来たから、7時間かかって。あの渋滞で。もうハワイに行くと変わんないねって話してるの。ゲットしたの？わー、how many chocolate you have? 100? あ、自由に持ってっていいんだ。食べ放題？食べ放題。ここがなんかね、待ち合い室みたいな感じになってるんだよね。あ、ラウンジみたいな。そうそうそう、行けそう。あ、これ部屋かな。うん、影田超興奮してる。影田ってさ、泊まりに行くところの部屋結構さ、期待してるよね、毎回ね。いや、部屋すごい期待するよね。あ、興奮してる。美人ちゃんも2匹いる。なんで？鏡とか。ああ、鏡が合わせ鏡だった。じゃあ鏡でも美味しいよ。めっちゃ楽しそうじゃん、かけたら。ここに寝たんだけどさ、うん、なかなか寝なかったんだよ。あ、絵本とかあんの？部屋に。そうそうそう、子供用に寝なってんだよ、ちゃんと。なかなか寝なかったな。美人ちゃんひどかったね。もう俺が寝てんのに俺の上に乗っかってずっとなんか一人喋ってたらしいよ。寝ぼるよ、怖かったって言ってたよ。あ、なにこれ、室内もあんの、また行こうよ、ここ。いいな、いいな。プレイスペースみたいの。そうだね。あらら、あらららら、ね、結構子供がいる人は楽しいと思うよ。あ、子連れっぽいね、超ね、すごく子供よ。あららら、宇宙世界、かけて結構これハマってたよ。ハンモック、ね、持ってましたね。俺の宇宙船、あ、こういうの好きだよね。自分の部屋大好きだから、ね、あら、美人ちゃんもできんの。美人ちゃんも結構好きだったよ、これ。できるのに、なんか、ハンモックにするっちも。あ、でも2個ないと取り合いになっちゃうね。このカエルがここのキャラクターなんだよね、確か。あ、そうなんだ、ケロケロップじゃないの。
ケロケロッピとも思わないんだけど、カエルみんなケロケロッピじゃないんだけど、ね、六本木ガールでもないよ。それ全然思い浮かばなかった。六本木ガールの T シャツ欲しいんだよ。あ、焦げたんでちょっと、ああ、ネタっぽい。美人ちゃん、え、ゲームあんの？あったね。何これ、部屋に？なんかそのまたプレイルームみたいなのが何個かあって、ゲームできるの、やばい。そう、部屋があったり、ハンモックのとこ漫画とか読めたりするんだよね。とこう、なんかのプラレールできるところとか。あ、雨やんだ？ちょっとやんだね。あ、一瞬？まあ、ほとんどや、うん、この時は降ってなかったね。あー、降ってなければずっと遊べるんだ、ここ。外でこうやってできるんだね。やばいね。楽しいよね、これは、うん。めっちゃいっぱいあるじゃん。あー、これ楽しかったね。なにこれ？うん？なにこれ？これね。何ですか、ここアレクさん。ここ、あれとか出たんですか？外なんだよ。わぁ、かっこいいじゃん、かけたら。あー、これね。ボルダリングまであんの？これ初めてなんだよ、かけたらやるの。へぇー。ここからハマったんだよね。あ、この前別のとこ行った時やってたよね。行ったでしょ、もう自由に、うん。あ、ここはロープとかあるわけじゃないんだ。だから最低限の箇所行けるってことだね、うん。そうそう。全然。でここがね、ビリヤードができたり、うん、ダーツができたり、あ、ちょっとなんか音するもん、後ろで。そう、アイスホッケー、これアイスホッケーの音なんだけど、これ結構盛り上がるね、そっちで。あ、ご飯、うん、美味しかったんでしょ。めっちゃ美味しかった、このご飯。アワビとかもあったりね、すごい美味しかった。もうちょっと行きたいなと思ってたけど。アワビあんだ。結構ね、多分値段も安かったと思う。海の幸系ね。うん、何でしてるの。あらららら、なんでね、ボルネゴちょこちょこ入るの？なんでそれ？なんで英語の勉強してたの？うん、そういうことね。俺もコンビ順調に構ってたから、もう全然見てなかった。あ、あ、撮ってんだ。これも寝ちゃってるところ？誰が寝てる？真っ暗だった。もう終わっちゃった。ここも楽しかったんだよな、ちゃん。花はね。ここのフルーツとかもあるんだけど、すごい美味しいね。ホテルの近くのとこってこと？ホテルから30分くらいじゃなかったっけな、1時間とか。あ、ワニね。うん。ここ、友達一緒に行ったんだよね、かけたら。あ、かけたん友達。あ、クモ捕まえたね。え、嘘でしょ。うんうん。あ、かけた、ネイボレンス。え、クモ触れんの、かけたら。いや、糸ね。あ、糸ね。うん、ネイボレンくっつけたんじゃないかな。多分ここでできた バナナじゃないかな。何が？この後バナナ食べるんだけど、すごい美味しいんだけど、じゃあここじゃなくバナナは2円だから。あ、真似したね。もうやってるね。うるさいのか、かげたらの声なのかもしれない。多分かげたらの声。かげたらでしょ、絶対鳥じゃなくて。いい声してるし。かけたん友達の声。あ、友達ね。やばい、みんなで止める。真似するんだよ。真似するんだよね。カエトリってさ、あ、これ食べるやつか、うん。これ多分ネイボールの趣味でね、これ撮ってるんだよ。あ、撮ってんの、うん。あ、これも食べるやつじゃない、ウツボみたいな。そうそうそう。なんだっけ、あるよね。やっぱこういうところってさ、自然にいっぱいあっていいんだよね、伊豆は。あ、気持ちよさそうだね。この中にもワニいんの？あるね。ワニはこういうとこにいない？こういうとこにいたらまずいでしょ、ワニ。話しがいとか。面白い。あ、やばいね。いきなり降ってきましたね。あれさ、めっちゃ雨降ってんじゃん、外。ね、全部いいよね。全部いいっすよね。なんかさ、山とかによく入ってない、こういうの。あ、これですか。入ってますよね。ダメでしょ。山からだったらダメなのか。山の持ち主のものだから。そうか、なんか結構山に入ってくる。山の持ち主のおじいちゃんに聞いたら大丈夫だと思うよ。いいよって言われてる。うん、かっこいいっすよね。アレクさん、今からどこ行くんですか？あの山見てみろ。お、これ気になってた。すごい綺麗でしょ。行く予定じゃなかったんでしょ。急にこの山見つけたんでしょ。わわわわ、すごいところ来ちゃったね、影。
お前がお前がお連れ人じゃない、怖いよでしょ最初は。いやでもテンション上がってたやっぱ。あ、ほんとのんちゃんこれ初めて見るでしょ。テレビ電話してなかったこの時のんちゃんに、してない、写真だけくれた。テレビ電話したよ。あ、乗ってる時、うん、でも乗ってるか分からない、ドアップだから、うん、見てかけたら雲が近いね。おお。別に最高でしょ、こうやって見るといい、ね、ちょっと待って行きたくなったね。今週行こうかな、また今週ってさ、すぐなんだけどカメラ心配してんな。そしたら取りに行くよね、ネイボールが。美人ちゃんに撮ってた、この時。あ、美人ちゃんはお友達と待っててくれてるでしょ、うん、山の下だと、ね、うわ、あっちまで登るんすか。風が結構にあるんだよね。あー、ほんとだ。めちゃくちゃ綺麗なんで、もう伊豆のマチュピチュだよ、ここは。やばいね、芝生だらけで歩きまくれるね、子供が。お母さん写真撮ってさ、乗せてあげるね。あったかくなったの、半袖でいるけど、ね、うん、さっきめっちゃ雨降ってたのに。そうそうそう、よかったね、晴れてね、うん、やっぱさ、おお、なんかいいね。山の天気もさ、コロコロ変わるじゃん、のんちゃんの機嫌みたいに。のんちゃんの機嫌を悪くさせてんの自分でしょ。ね、俺か、すいませんね。お、ここの原っぱやばいんだけど、うん、これもう美人ちゃん大好きなやつじゃん。寝ちゃってたのか。じゃあ起きてる時に今度行きたいね、うん、ここね、うん、おお、いいね。やっぱ芝生が一番いいよね、子供ね。うん、最高だよね。ね、わ、山買ってよ、のんちゃん。欲しくなるよね、山。なんでこんなに綺麗なの、ここ。なんか手入れしてんだよ、ちゃんと。手入れやばいね。